どうも、みさん、こんばんは。こんにちは、こんばんは。動画出すのは夜だから、こんばんは。はい。今日は、俺流、俺流整備動画ね、なんか、くちゃくちゃだな。俺流シリーズ。俺流シリーズ。見てわかる通り、この、これ、これを変えるだよ。これ。この、多分、ほら、ぐじぐじってなってるでしょ。これ何か知ってる？ドライブシャフトブーツ。うん。よく K とかは、K4 とかさ、軽自動車とかは、よく破れたりするよね、これね。これの、今回は、簡易ブーツって言って、これね、簡易ブーツ。こうやってね、割れてるんだよ。通常は、こう、こっからこう、足回り外して、どうのこうのして、ガーン抜いて、バーンってやって、ガーンってガーンってやるんだけど、じゃなくて、この状態で、こう、変えるやつね。うん。まあ、でも、まあ、なんだろうな、俺は、どちらかって言ったら、外してやるんだけど、まあ、今回はね、うん、前回ちょっとね、ちょっと、リスナーさん？リスナーさんじゃないな。うん、なんか、知り合いの方がね、どうやってやるんだっけみたいな感じだったんで、もう遅いですけど、とりあえず動画撮ってみようかなと思いました。はい。じゃあ一応、多分尺長くなると思うから、なんだろう。整備してるところは、若干、早送りで、喋らない感じでやります。ちょっとね。まあ、ちょいちょい、要所要所。どうなんだろうな。まあ、とりあえずやっていきましょうか。やっていきましょう。今日、光で持ってるね。違うよ。こいつを照らすためだよ。うん。ということで、じゃあやっていきましょう。よし。まず、とりあえずやっていこうか。これ、破れてるね。この、まあ、ちょっと画像じゃ見、なんか、ん？カメラじゃ見えんか。もう、グリスがべっとりなっとるんすよ。これ亀裂が入ってるだけなのかな、今時点だと。見た感じは悪手はないんだけどね。まあ、早速ね、これちょっと、じゃあ、古いやつは、ちょっと、もう必要ないので、ちょっと、軍手ねえな。軍手がない。だね。よし。早速やれましょうか。ちょっと、早送りする場合もあるんで、長いかもしれんけど、ごめんね。まず、こう止めてる、このバンド。こう、両端にバンドが止まってるんですよ。これをね、もう本当に、いらないんで、切っちゃいます。切っちゃいますって言っても切れるかな。そう。このバンド。そう。あのね、かしめる動画ないんだよ。どこ行ったんだ？切れないね。姉ちゃんの手際が悪いもんで手際が悪いもんでごめんなさい。ごめん、これほんと取っ手出しになっちゃうから普通にちょっとほんとに無駄なテロップとかほんと言えないんで申し訳ない。よし、よし、はい。とりあえずね、こうやって、いらないやつ。もう一個、片方。作業する人いないと思うけど、
十分に気をつけてやってください。普通にかしめてるやつなんで、かしめ方もね、いろいろあるんですよ。バネ、バンドによの種類によって、こうこれちょっとグリスでげっちゃになってるもんで、ほんとやだねやだねこれ。結構ここはね、重要なんで、これは破れてるんで、車検が通りません。はい。僕のアルファードも、これは、一応、一時的には直したんですが、そろそろ僕も交換しないといけないと思ってるんで、交換します。はい、じゃあね、こう、ほら、アウター側とインナー側のバンドを取ったので、次はこれを破ってきます。破るには別にカッターでいいと思います。カッターもしくはまあなんかこう切れるやつ、切れるやつでまあこう筋ダーッと入れてもらったらいいと思います。はい、ということでね、まずカッター、まあうち別にカッターあるんですけど、あのまあちょっと作業を安易にするためにハサミで使いますね。家庭用のハサミは切れないかな、どうなんだろうな、切れ…まあ…ちょっと、やれる人はちょっとやってみてくださいね、これね、よいしょ。でもこれ一応分解整備になるんであの…自分っていうか、まあ僕がこうやってやってて、こうやってやってたらやってて真似しても、ね、で、やってて失敗したよって言っても、それは僕は責任を負えないんで。じゃあ、そこだけはご了承くださいね。よし。なかなかね、こう作業をやりながら喋るっていうのは、結構辛い。辛いというか、うん、結構黙って沈黙でやるからね、僕。そう。切れたかな？よし。で、これね、両方あるんだけど、ちょっとごめん。両方やってたら、偉くなるから。切れてないね。切れてないってやつね。よいしょ。よし。で、よっ、パカッと、ほい、どこが割れてんだろうかわかんないけど、あ、多分ちょっとカメラじゃ見えないですけど、亀裂入ってますね。うんうん、亀裂が入ってそっから漏れてます。はい、でここでじゃあ新しいブーツってなわけじゃないんです。とりあえずね、これっていうのは、多分、この中に、これも、これまだいいかなと思うんだけど、水が入ったり、砂が入ったりしてるんで、ここは本当に、この、まあ、ボリビデンのこのグリスね、をもう綺麗にしちゃって、あの汚れを取って、除去して、から、新しいブーツ、ね、を取り付けるみたいな、そんな感じですね。じゃあ一回、まあ、綺麗にします。綺麗にするとカットします。はい。はい。その後ですが、はい。まあ、これペーパーウエスで、ちょっと拭いたんですけど、まあ、あとはね、ブレイクリーナーとかで、まあ、ちょっと、やって、綺麗にしました。で、この箱の中には何が入ってるかっていうと、まずこのブーツ、感じのね、ブーツから、まあまあ、トリセツと、これ、赤いのは後で、
説明します。はい、からのあれないじゃんあれないじゃん、どこ行った、あれなくない、肝心なのがないね。ああ、あったあった。そう、これです。バンド、うん、こっちとこっち、さっきほら切ったでしょ、さっきこっちに行って切ったでしょ、それのバンドも入ってます。ね、あとはこのね、箱に一応ね、こうねグリスプロテクトっていう、まあその取り付ける際にはそのグリスがこうあのつかないようにっていうやつなんですけど、僕これ使わないっす。うん、あの邪魔くさいっす。うん、僕使わないんで。あと、とりあえずは今これこういう綺麗な状態だけど、あの一回手を綺麗にしてください。グリスをついた状態だと後で困ることが起きるんです。まあとりあえずあの手を綺麗にしてから作業に行ってください。だからこの辺だからついてるグリスとかは本当に完璧に取ってください。あと本当に困るんで後で。はい。ということで、じゃあ手を綺麗にしてからやります。はい。今ね全然綺麗になってないけど、まあいいでしょう。いいでしょう。なんとかなる。なんとかなる。よし。じゃあね、早速ね、こういう風に、ほら、こういうグリスがついちゃうとダメなんだよね。これもね、ちゃんと取っておいてくださいね。なんでかっていうとわかる。後で、うん。じゃあね、早速、つけていきます。まず、こう、パカッと。パカッと。うん、パカッとね、入れますね。パカッと見えるかなぁ。見えるかなぁ、位置的にどう、わかる、わかりやすくないか。よし。この辺がいいかも。入れましたね。眩しい。うん。で、さっきの赤いやつ、これ。いたでしょ？これを、これね、接着剤なんですよ。で、要するに、この部分に溝があるんですけど、をまあ入れるためにこうパカッてこうはめるためのまあこうもう一回外すのにこのこう凹凸がとわかる、このこれがこっち、うん、わかる、ちょっと待って、はい、これ突起がついてるのね。でこっちはほら溝になってる。でこれでパチッと入れるんだけど、これパチッて入れるんだけど、そのためにここを引っ付けるためのこれが、接着剤になるので、とりあえずですね、まあまず入れて、はい、まずこうはめますね、こうね、はめます。で、そっからこれね、ぐりぐりっと回すとこうなるんで、ここにその溝の方ね。溝の方に、だらーっとこう、だらーって、だらーってこう、こう接着剤を流し込む。流し込んで、こっからです。なんでさっきグリスがついてるとやりにくいかって言ったら、はめるときに結構、はまらないんですよ。で、グリスがついてると滑るんです。なんで、綺麗にしてくださいって言ったのはそういうことなんです。じゃあ早速はめます。ちょっと待ってね。静かにですね。よし。これ本当に、これ、結構ね、整備やってる人とか、だと、でもね、難儀な時は難儀ない人、時もあるんですよ。僕も久しぶりにやるとね、全然めっちゃ時間かかるっていうね。よいしょ。こうパカパカっとはめていきます。とりあえず見えるかな。はい、はめました。ね、僕はこっから、ちょっと余ってるんですよ、こいつが。で、その余ってるやつをここ
ちょっとこう、ちょっと付け加えた感じで塗ってあげるんですよ。なんか知らんけど。なんか知らんけど、いつもそうなんですよ。うん。まあ、塗らなくてもいいんですけどね。うん。で、これね、なんか種類があって、これを温める、カイロみたいなのが出てて、温めるタイプと、まあこういう普通のやつと、2、3種類確かいろいろあると思うんですけど、まあこれはこういうやつですね。で、まあとりあえず、まあこれでつけましたと。で、ちゃんとこのシャフトの位置っていうのがあって、このバンドとブーツを留める位置があるから、そこに、この、インナー側ね。インナー側はその位置でこう合わせてもらってから、これですね。バンド。付属のバンドで、こうね、曲がってるんで、こうやってうにゃーって。曲がってた、これ曲がってたらちょっとあれなんで、ちょっと成形してね、ちょっとね。成形して、から、ぐにゅっと。簡単っていうか難しいと思うよね。うん。これね、よいしょ。これまあ、どうだろう。俺難易度、俺的難易度は2位ぐらいかな。5ある中の2位ぐらいかな。うん、結構難しいっすよ。結構難しい？うん。結構難しい。簡単でもありながら難しい。見てると簡単そうだけど、やってみると結構難しいかなっていう。うん、で、こうやって、まず、こう。やってから、わかるかな？わかる？これね。で、かしみますね。まず、折ればいいだけなんで、で何を折ったかっていうのは後で説明しますね。こう叩いて、で追加で、これポンチっていうか、あの先の尖ったやつでかしめる方法もあるんで、これで、全然、普通に止まるんですけど、何をやったかって言ったら、まず、これね、ここ。これを引っ掛けの、これをグニーってやりの、ここで、こうなるんで、わかります？こうなるんで、ここを折り曲げる。で、締める、みたいな。普通では別にこうだから、ここでこう風になってて、こいつ、このね、その鍵みたいになってて、ここに、これ引っ掛けるんですよ。から、ここ、まあフリーなんであれですよ。こう、グイーってこう曲げると、ここにくっつくんで、で、これでここを絞るみたいな感じですね。はい。こっちもやっていきましょうか。あ、その前に、いかんわ。その前にですね。あれ全然なくないじゃん。あれ本当にないんだけど。あった。はい。新しいビース。ね、これを、チューッと入れてあげます。で、俺さっきなんで邪魔かって言ったら、これね、別に、俺いらないと思ってるの。さっきの、なんとかプロテクト。うん。ちょっとこう、回したりの、僕はこう、ちょっとこう、中にボールジョイントがあるんで、こう、中に入れながらみたいな感じでやってますね。いつも。はい、よいしょ。よし。で、じゃあ、これつきました。で、ここもね、結局はこういう風にグリスがね、こう、ベーって出るんで、あれなんですけど、うまくいってもらって。まあ、馴染んでいくんで、どんどん。こう、まあ、こうやって回してもらえば。馴染んでいくんで。
はい。よし。で、新しい外側のバンドを取り付けます。寒いね、ほんとね。寒いんだ、ここ。なんか大寒波なの？寒いね。ちょっとここはね、やりにくいかもしれないけどね。何かって言ったら、いろんなものがついてるんです。外せばいいんだろうけど、手間なんで僕は外しません。てか外した方が見やすかったりもするんだけどね。よし。で、こうやって引っ掛け。さっきやったかちょっとね、若干あれだけど。ました。で、ぐにゅーっと、ぐにゅーっと、わかりますか？ぎゅーってやって、こう戻っちゃうんで、もしやったら、なんか、ここで、ここから、こうやって戻っちゃうんで、わかるかな？わかるの？戻っちゃうんですよ。これがね。これを、ぎゅーって、こう、曲げて、でこうギューって押し上げてやって、ここで持っといて、ちょっとこう、トリガーなでね、キュキュッてやってあげると、ちょっとでも結構かしまるんで、この曲は本当に難しいんだよ。テイクぐちゃぐちゃだったね。本当に、わー発狂もんだからね、これね。で、こっちまだ起きてるんで、うまい音が聞こえてあります。よいしょ。ね、ちゃんとした位置かなっていうのを確認して。で、完成です。ほら。完成。これで、車検もバッチリだね。さあ、いかがだったでしょうか？ごめんなさいね、尺が長いから。そのまま出すか、ちょっと早送りするか、部分で早送りするか。まあちょっとほんとね、これも、さっきも言った通り、ちょっと僕、まあ、僕、流でやってるんで、まあ、違う、またやる人、やり方もあると思うんで、まあ、これは僕がやりやすいやり方で今やってるんで、はい。ということで、まあ、これもね、一応、まあ、自己責任ということで、お願いします。まあ、次の動画、この間の、綺麗な動画、綺麗にする動画、ちょっと、あんまりにも、あれだったから、ちょっと今回は、真面目に。まあでも、これ、ほんとでもね、ちょっと若干、みんな、気になりはしないのかな。どうしてもこう、車高が下がってる車とか、結構負荷がかかったりとかするの、こういう風になっちゃったりするからさ、シャフトが。こういう風ね。こういう。負荷がかかるから、やるし、どうしよう。引っ張っちゃったりするし、あとまだ、中古車だと劣化とかね。やっぱゴムなんで、劣化とかするんで。まあ、まあ、中古車選びの時とか、まあ、こう、風で見て、ああ、破れてるかな、みたいな。自分の車も一回見てみるといいかな。ああ、見て、こうやって、ただ、こうやって下見て、あ、グリスとついてないな、大丈夫だな、とか、破れてないな、とか。全然こうやって見れると思うんで。はい。まあ、一度皆さんの車も、見て
見たらいいと思います。とりあえず、今回は、破れたブーツを、ドライブシャフトブーツを、簡易ブーツで交換してみたっていう動画でした。はい。これは、とりあえず、ドライブシャフトブーツ、スピージーってやつですね。はい。これ結構、まあまあするのかな？まあ部品屋で頼んでるんでようわからんすけど。はい。それでは皆さん、ごめんね、カメラの目線がすごいあれだけど。とりあえず、また次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。バイバイ。Step on the land, I've got your hand.